どうも。ありがとう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 。ごめんね。ありがとう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 。神龍様、お水をどうぞ。ありがとうございます、ロサード。だいぶ遠くまで来たと思いますが、目的の被写体はまだ見つかりませんか？もう少しだと思うんですけどね。街で聞いた噂を信じるなら。噂なんですか？確たる情報があったわけではなく。はい、そうですよ。噂程度の情報にでさえかけてみる価値がある風景。それなら行くしかないですよね。俺に迷いはないですよ。そこまでの熱意が、ノサードはすごいですね。はい、俺はみんなのいいねが欲しいんです。いいねですか？そうです、俺が頑張ったこととか綺麗だなと思ったものに対する共感、それいいね、かわいいねって言ってもらうと、俺の嬉しさとやる気が上がるんですよ。なるほど、確かにいいと思ったものを他の人にも分かってもらえると嬉しいです。さ、目的地はもうすぐですよ。ついてきてください、神龍様。共感もいいですが、そこに至るまでの道は俺たちだけの経験ですから、楽しまなきゃ。はい、ロサード。すごいですね、ロサード。この前あなたが描いた風景が食堂に飾ってあるのを見ましたが、ソラネルのみんなが見入っていましたよ。よかったです、二人で苦労した甲斐がありましたね。はい、目的地に着くまでに川で溺れそうになりましたね。それから狼の群れに追いかけられたのも、あの時は死ぬかと思いましたが、今となってはいい思い出です。苦労に見合った風景に出会えたと思いますよ。神龍様、俺に付き合ってくれてありがとうございました。神龍様が手伝ってくださらなければ、あの風景を描くことはできなかったです。ロサード、一度聞いてみたかったのですが、あなたの熱意は共感を得るためだけなんですか？え？あの日あなたが絵を描く横顔を見ていたら、何か他にも目的があるような気がして。そうですね、あるといえばあるのかな。神龍様、この世界には自分の知らない場所がたくさんありますよね。はい、全てを見て回ることもできないくらいに。それってすごくもったいないと思います。だってそこには今まで触れてこなかったような美があり、個性があり、価値観があるんですよ。でも俺が描いた風景を通して、そういった多様性に触れることができれば、みんなの中でもっと寛容さが育まれて、世界も素敵になるんじゃないかなって。未知のものに触れることで寛容さを育む。
ロサードはそこまで考えていたのですか。少しカッコつけすぎたかもしれませんね。いえ、私はロサードを尊敬します。ありがとうございます、神竜様。じゃあ次の風景画にも付き合ってもらっちゃおうかな。喜んで。次はどこに行きましょうか、ロサード。あのさ、神竜様、俺って可愛いよね。そうですね、ロサードは可愛いと思いますよ。そうなんだよな、俺は可愛いんだ。現時点で自称世界一可愛い。だから失敗しないはず。どうしたんですか、神竜様。これあげる。これは髪留めですか。とても美しいですね。当然ですよ、妖精の村、俺の故郷で手に入れたやつですからね。ありがとうございます。でもどうして私にこれを。ここの髪留めを神竜様がつけたら世界一可愛くなるんじゃないかなって思って。私が可愛いですか。俺にとって可愛いは全てです。本当は俺が世界一可愛いんですけど、今日から神竜様が世界一可愛いって認めます。俺は隣でその可愛さを、あなたを一生守りたい。これで分かりましたよね。俺、あなたの特別な人になりたいです。神竜様のことを考えると胸の奥が温かくなる感じがして、こんなこと初めてなんです。いいね。え、その気持ち共感します。私もロサードのことを考えると胸の奥が温かくなるんです。ありがとうございます、ロサード。私もあなたと同じ気持ちですよ。神竜様、どうかこの指輪を受け取ってください。これって約束の指輪。こんな大切なものを俺に。パートナーとなるのですから当然です。この気持ちはいいねだけでは終わらせませんよ。この指輪すっごく可愛い。まるで神竜様みたい。もうずっとつけることにします。それでもいいですよね。はい、ロサード、ずっとずっとつけていてください。ありがとうございます、神竜様。俺ずっと話しません。この指輪もあなたのことも誰からも傷つけられないように一生守りますからね。あのね、え、ありがとう、ありがとう。ねえねえ、神竜様、今日のあたしを見てどう思う。どうとは。
もういろいろあるでしょ。可愛いとか美しいとか綺麗だとか。そういうことでしたか。いつも通り可愛いと思いますよ。うむ、嬉しいけどそれだけ？神竜様のためにお化粧に気合を入れてきたのに気づいてくれないなんてひどい。そうだったんですね。気づかなくてごめんなさい。本当にそうよ。しくしく、うん、おや、こうやって悲しい顔を見せたら大抵の人はもっと優しくしてくれるのに。神竜様、もしかして嘘泣きを見破る訓練でも受けてる？訓練も何も誰が見てもわかるほどのあからさまな嘘泣きでしたが。なんですと！じゃあ質問を変えるわ。私はこんなに可愛いのにどうして神竜様はチヤホヤしてくれないの？人は外見も大切ですが内面も大切ですからね。見た目で対応を変えることはしませんよ。それは違うわ。内面は大切、外見はすごく大切。これが真理よ。はあ、いい？もっともっと外見を磨いて神竜様を必ず振り向かせてみせるわ。あのね、ありがとう。え？ありがとう。ありがとう。ありがとう。神竜様、今日の私はどう？たっぷり美容に時間をかけたのよ。すごく綺麗になったでしょ。さすがの神竜様も胸が高鳴ったんじゃないかしら。チヤホヤする気になったんじゃない？確かにすごく可愛いです。その努力も認めます。でも私は以前見た目で対応を変えないと言いました。なぜそこまで外見にこだわるんですか？これはあんまり言いたくない話なんだけど、お父様の側室だったお母様と私は昔城内で陰湿な嫌がらせを受けてたの。だけどお母様は悲しい顔をせずにいつも綺麗に着飾って可愛く笑って見せてた。その結果正妻にも気に入られて側室たちの中で唯一王城に残ることができたわ。美しさこそ強いのよ。だから私は外見にこだわるの、お母様みたいに。なるほど、合点がいきました。でも一つ聞きます。オルテンシアのお母様はどうしてそこまで頑張ったんでしょうか？え？あなたのためにだとは思いませんか？あなたのお母様は決して外見だけを磨いたのではないと思うんです。誰かを思いやる気持ち、それを内に秘めてこそ真の美しさとなるのだと思いますよ。私は思いやる気持ちが美しい。あのね、この鍋は神竜様のために手料理を用意したの。スパイスが入っているから体が温まるわよ。あと傷口に効く薬草も手に入れたの。
もしもの時はこれを使ってね。ありがとうございます。すごく気遣ってくれますが、一体どうしたんですか？神竜様に言われて気づいたの。私は誰かを思いやる気持ちをもっと磨かないとダメだって。この前はしつこく迫ってごめんなさい。私のこと許してくれる？許すも何も、初めから怒ってませんよ。ならよかったわ。私のお母様は外見と内面どっちも素敵な人だったと思う。だから私もお母様に負けないような素敵な女性にならないとね。神竜様、大事なこと気づかせてくれてありがとう。オルテンシアなら必ずなれますよ、素敵な女性に。でもいいのかしら。私が外見と内面を磨いたら神竜様メロメロになっちゃうと思うわよ。メロメロですか？望むところです。言ったわね。その日が来るまで覚悟してなさい。楽しみにしていますよ、オルテンシャ。あのね、最近のオルテンシアはとても生き生きしてますね。そう？きっと外見と内面を磨いたせいね。そうですね。おかげで以前にも増して周りに人が絶えないように思います。ん？あら？もしかして私がみんなから好かれるようになって神竜様やきもち焼いてるの？そんなことは嬉しいわ。やっと神竜様をメロメロにしちゃった。でもそんなに心配しなくていいのよ。どんなにみんなから好かれても大切な人はあなただけだもん。え？つい口が、私としたことが口が滑る。ごめん神竜様、今のことは忘れて。忘れません。なんで？オルテンシアの言う通りだったんです。私は焼き餅を焼いていました。あなたのことが気になっていて特別になりたいと思っていたから。オルテンシア、約束の指輪受け取ってくれませんか？これって神竜様とパートナーになれる指輪？私がもらっちゃってもいいの？はい。ありがとう。この指輪一生大切にするわ。素敵な笑顔です。内面の美しさもにじみ出るような。私も外見と内面を磨かないと釣り合いが取れませんね。外見はもういいでしょ。初めて会った時からずっとあなたは綺麗だし、内面だってこの私が認めたお墨付きよ。そこのところ分かってるのかしら？なんだかオルテンシアといると自分がすごく素敵になった気がしてきます。そうよ。だってあなたはこの私が惚れ込んだ相手なんだから、これからも自信を持ってなさい。大好きよ。はい。ほう。ほう。神竜様の瞳の色、トマトのようで素晴らしいですね。ああ、こちらはまだ熟す前の若いブルーベリーのようだ。それは私のことを褒めてくれているのでしょうか？もちろんです。トマトもブルーベリーも大自然が生み出した美の一つ。私は
世界各国の料理に触れて育った料理人。いろいろなものを食材に例えてしまうのです。ああ、なんてうまそうな色だ。料理や食材を知り尽くしたボネが言うなら、きっととても誇らしいことなのですね。褒めてくださってありがとうございます。とんでもありません。美しいトマトとブルーベリーの瞳を見せていただき、ごちそうさまでした。ボネはすごいですね。世界各国の料理を知ってるなんて。この世界にはまだ私の知らない味がたくさんあります。いつか全ての味を知り、そこから新しい料理を生み出したいものです。ボネの生み出す新しい料理、私も楽しみです。うまい料理を作るためだったら何でもします。それが料理人というものですから。はい。したのですか？神竜様から私の知らない料理の香りが。ああ、昼食を食べた時に少しだけ服にこぼしてしまったのです。少量だから平気だと思っていたのですが、すみません。すぐに着替えてきますね。いえ、そのままで。もっと近くにお召し物の香りを確かめさせてください。え？この香り、おそらく私の知らない料理に違いありません。よろしければ少し舐めても。そうすればこの料理の味を知ることができる。舐める？服をですか？それはちょっと。そうだ、料理の味が気になるなら今日の食事当番に話を聞きに行きましょう。そこまで待てません。料理人として今すぐに確認したいのです。私は幼い頃から料理と共に育ちました。料理のことだけを考え腕を磨いてきた。この道を極めたいのです。神竜様も楽しみだと言ってくださったではないですか。だからといって服についた料理を舐めるのはダメです。ボネ、探求心は素晴らしいと思います。でもそのために気候に走ってはいけません。料理人には味を知ることよりも大切なことがあると思いますよ。味よりも大切なこと？というわけで私は着替えてきますね。では。神竜様のお言葉、どういう意味だろうか。神竜様、この前は失礼いたしました。いえ、大丈夫ですよ。おかげですぐに着替えられましたし。あの時におっしゃった言葉、料理において味よりも大切なことは何か、その答えを探し求めて私は修行に明け暮れました。修行していたのですか？はい、ずっと厨房にこもり料理をしていました。朝から晩まで神竜様のお召し物を思い浮かべながら。やっぱり人思いに舐めてもらった方が良かったでしょうか。それでも答えが出ず諦めようとした時、ふと思ったんです。あれこれ難しく悩むよりも、ただ
神竜様に美味しい料理を食べてもらいたい。その一心で料理を作ったら、驚くほど美味しい料理ができました。相手のことを考える気持ち、それが味を知るよりも大切なことだったのですね。はい、ボネ、そうだと思います。いろんな味を知っても、その手段を選ばなければ美味しくはならないのかなって。神竜様、嫌な思いをさせて申し訳ありませんでした。いいんです、私も偉そうなことを言ってしまってすみません。修行を成功させたボネは世界一の料理人になれると思いますよ。ありがとうございます。実はその時の料理を用意しているんです。よろしければ食べていきませんか？もちろんいただきます。とても楽しみです。はい、神竜様、新作の料理ができました。ぜひ試食してください。感想をいただきたいのです。とても美味しそうな料理ですね。色合いも美しいです。ここに添えられているトマトとベリーは、その美しい瞳に着想を得ました。どうぞお召し上がりください。はい、いただきます。これは美味しいです。今まで食べたどの料理よりも。そう言っていただけて嬉しいです。神竜様のために作った渾身の料理なので、神竜様を思うと美味しい料理ができるのです。またあなたを思って作らせてください。叶うならこれからずっと。それって私は神竜様、あなたのパートナーになりたい。もしこの料理を気に入っていただけたら、そう告げようと思っていました。しかし迷惑であれば、この料理を思い出に、これまで通りみんなの料理人に戻ります。それは困りますね。また私のために美味しい料理を作ってほしいです。いえ、たとえ料理がなくとも、あなたにそばにいてほしい。この約束の指輪を、ボネ。ありがとうございます。あなたのように美しい指輪だ。これからは料理だけではなく、私のこともたくさん知ってくださいね。もちろんです、神竜様。こんなに甘く幸せな心持ちを、ありがとうございます。あなたとの日々がどんな味で彩られるか、楽しみですね。